まあ、いわゆる畑でいうところの水とか養分とか栄養素っていうのが化粧水乳液クリームに該当すると、私たちが今回やろうと思っているのがそのビニールハウス、一番こう大枠を作るところかなと思うんですけども、そういう環境を作ってあげる、一定な環境、肌にとって心地のいい環境を作ってあげているというような、なのでカバーっていう発想というよりも育みやすい環境を作ってあげているというような概念